藤谷蓮次郎ですライブ版聞き語り、えー、聞いた上で語る、まあ、音源については、えー、触れずにあくまで感想あるいは私が聞いた感じとお話ししておるコーナーですがシリーズですが、えー、第2弾は「えー、五郎院日生劇場、えー、日生シアター」ですね劇場ということはないですけど、えー、野口五郎さんによる1978年11月の日生劇場での公演 を取りり上げております、えー、ライブ版トーク第2弾野口五郎五郎インニセシアターで、えー、今回は2曲目、えーまあ、トラックであえて言うと3番目ということになりますがあのトラックというのはラ,そのライブ版のところで項目として書いてあるものなんですけれども実際はこれあの CD で再生すると2番目になっています え前も取り上げたことがあります。不思議な国のアリスになってみませんかという曲です。えー、不思議な国のアリスになってみませんかは以前、えー、この、えー、J b と動画の中でも取り上げましたんで、ぜひえそちらの方も貼り付けておきますの、ね、で、えー、よろしければ見ていただければと思います。えー、その際に作詞作曲、まあ基本的に金になりましたが続けます。麻生幸太郎さんと少女おさむさんの えー、コンビで作られてるものなんですけども、えー、その前の動画の方で私お話ししたのはその曲の印象ですね、えー、前のミスター・タンバリンが非常にポップな感じだったんでピアノの弾き語りからしっとりと始まってアリス・イン・ワンダーランドの感じ、えー、今から不思議な国の旅に行くけど一緒に行きましょうねと皆さんを誘ってるところで、えー、その中に、えー「嫌なことを皆忘れて」という詩があったりと というところで、えー、間違いなくこのステージにステージを見に駆けつけた五郎ファンにリラックスしたいい時間を過ごしましょうねと言ってる曲です。で今回このライブ版の中で聞くと前回前々回かなご紹介したあの語呂スペシャルと名付けられたあのバンドですね腕利きの人たちのえー、あの演奏の素晴らしさにしびれた次第です、えー。すなわちですね、えー、前言ったことで言うと 最初,から最初に少女修先生のピアノの音が非常にこう印象深いもんだからあ前ポップな感じで弾んだからここで少ししっとりと聴かせるんだなと私は思ったんですが最初そうなんですけどよく聴くとですね後ろののメンバーの特にリズムを刻むような音いいが素晴らしいんです。常にきちんと一定のペースでいきながら、えっと、私が最初にそのピアノの印象だけ語ったように えー、あくまでも控えめに。ただし、最初こそピアノでしっとりいきますけど、だん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 盛り上げていって、しかもすべ、えー、ての音が的確に五郎さんの声を引き立てる。あくまで主役は五郎の声。でも他の、えー、リズム隊の人たちにしてみても、ギターにしてみても、あるいは本の人たちにしてみても、すごくういいんですよ。 えー、まさに、えー、アリス・イン・ワンダーランドのアリスが今立ってる入り口はここは非常にリズミカルで、まあ、色彩の豊かな世界だなと聞いてるものに、えー、非常に幸せな気持ちを与えてくれる、えー、前は正直そんなに感心してなかったとか気にしてなかったんですけれどもこれはもう私が無知だからまあ私が知らないからいけないんですけど えー、ギターマガジンのインタビューとかで聞いて、えー、読んだ時に矢島健さんという方の名前を覚えて、他の方々、こう、五郎さんをずっと取り上げてきて、あ、少女修さん。私は少女修さんというと、ジュリーさんの曲の、あの、渡辺プロの音楽プロデューサーというお、音楽の先生という感じで捉えてたもんだから、あ、野口五郎さんとのつながりではこんな豊かな世界がまた別のところにあったんだ。もちろん、えー、この方は、あの、少女修先生は、 ジュリーさんや五郎さんんやだけではないです。いろんな人と関わってますけどもまあこの五郎さんに関するメロディーの見事なことで今回の、えー、ピアノもああ「少女司サムさんだと」としっとりして惚れ惚れして聞いたんですけども2回目3回目と聞き直してって、えー、見ると他のメンバーの腕利きぶり見事なもんです。 えー、安心して今度3曲目までグッと引っ張られていくなあという感じこれをぜひあのお持ちの方はあ「この不思議な国のアリスになってみませんか」えー、もう一回聞き直していただくと「あこの心地よさと五郎が主役だよ」主役の五郎と一緒にアリスが手をうさぎに引っ張られていってるように、えー、連れてかれるんだなっていう感じが出てくると思います。 今回は特にアルバム全体このライブとして聞くとこの人たちはうまいなぁとどちらかというとそちらに今回は非常に強くインパクトを感じた次第です、えー、来週またこの次42.195キロという歌に行きますそれでは失礼します